こんにちは、梅です。品川駅から徒歩5分、シャトルバスも便利なグランドプリンスホテル新高輪の朝食ビュッフェをご紹介します。前回のお部屋紹介も見てね。プリンスホテルの聖地、品川高輪エリアには庭園を囲んで3つのホテル、堂々たる白亜のホテル、グランドプリンスホテル新高輪ゴー。今日は前回ご紹介しきれなかった朝食をご紹介します。豪華クラブラウンジでの朝食は実施されていませんでした。朝食会場はレストラン棟の地下1階です。コース料理のように楽しめるがコンセプトのスタイリッシュなビュッフェ、ビュッフェ&カフェスロープサイドダイナーチャクロ。大人13歳以上3,400円、子供4歳から12歳2,000円。朝食、ランチ、ディナー営業中。ビュッフェ124席個室一室、カフェ124席車椅子利用可。ビュッフェ代行くわよ。ハーブソーセージ、粗挽きソーセージ、ベーコン、ロースハム、スクランブルエッグ、ゆで卵、エッグステーションは行列。プチブリオッシュ、ミニパンオショコラ、くるみパン、ミニクロワッサン、フィグローフ、豆乳食パン、サンテックコンベアトースター、ジャム、いちご、ブルーベリー、マーマレード、ホイップバター、蜂蜜、メープル入りシロップ、パングラタン、温野菜のペペロンチーノ、キャロットのクミン風味、パスタボロネーゼ、パンケーキ、フライドポテト、目玉焼き、ミネストローネ、クランベリー、ヘーゼルナッツ、アーモンド、レーズン、フォカッチャ、ベーグル、豚タン、スモーク風、胡椒風味、エビとビーンズとキヌアのサラダ仕立て、アジの南蛮漬け、各種チーズ、ヨーグルト、グレープフルーツ、オレンジ、マンゴー、パイナップル、リンゴ、バナナ、フルーツカクテル、アプリコット、フルーツグラノーラ、コーンフレーク、オールブラン、塩鮭、サバ塩焼き、大根と揚げ煮、さつまいも、レモン煮、納豆、焼き海苔、海苔佃煮、厚焼き卵、高菜、江戸菜と白菜の浅漬け、かつお梅、吹き山椒、食べる醤油、食べるラー油、大根おろし、しらす添え、ゆず大根、温泉卵、チアシード入り茶碗蒸し、お好み入り湯豆腐、プリンスホテルオリジナルカレー、ご飯、味噌汁、ごまきふ、なめこ、刻みネギ、うどん、温める式、七味、うどんつゆ、とろろ、水、オレンジジュース、牛乳、グレープフルーツジュース、トマトジュース、アーモンドドリンク、紫野菜とアボカドのスムージー、ネイティブストロベリー、ネイティブリラクゼーション、コーヒー、お湯、砂糖、ポーションレモン、コーヒークリーム、カフェインレスコーヒー、ティーアース、緑茶、ハーブティー、サラダコーナー、ロマネスコ、大根、レタス、紫キャベツ、プチトマト、ヘビーリーフ、コーン、メヒジキ、かぼちゃサラダ、ドレッシング、バジル&チーズ、フレンチ、ノンオイル、梅尽くし。持ってきました。まずは和食、欲しいものみんなあって満足、おいしそう。しらすと大根おろし、塩鮭、また持ってきました。定番洋食、朝食サラダに豚タン、ハム、ベーコン、ウインナー、割と好きなスクランブルエッグ、普通においしい、つやつや豚タン、おいしい。よくあるけど、ハーブソーセージはいかがでしょうか。チアシードの茶碗蒸しって初めてだけど、チアシード少なめ。結局最後はザーサイのりご飯と言いながら、最後ではなくカレーうどんを2杯。おいしい。やっぱり朝食の最後はヨーグルトかな、コーヒーとともに。ごちそうさまでした。
ンがあってお散歩すれば激痩せなわけないけど、今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てねー。